はい、こんにちは、ゆうです。こんにちは、じゅんです。今日は何ですか？今日は、はい、とってもおめでたいご報告があります。お、何ですか？何かもらえるんですか？はい、ということで、はい、まずは発表させていただきます。はい、この度、ゆうり2022年歌手合コンスタンヤンキング合コンスタンヤンキング合コンスタンヤンキング第1位になりました。おめでとうございます。嬉しいね。嬉しいでしょ。嬉しいでしょ。モテるってことだよ。いや、モテるだったらモテるランキングだろ、それは。モテそうな人ランキング。合コンしたいがさ、うん、もう何俺持ち帰りカクテルと思われてる。あーかもね。俺そっちだと思う。うわ、違うでしょ。すぐ歌ってくれそうです。あーそれはあるかもしれない。合コンイコールカラオケですからね。そうなの。合コンイコールカラオケなの。ゆうりチャンネル。ちなみにその記事俺も見たけどさ、はい、メンツすごいよな。メンツがすごいです、うん、なんで1位なんだって。普通に意味わかんねえよな。すごい人を抑えての1位ですからね。 あのありがたいです。はい、ありがたいのわかんないけど、ありがとうございます。皆さんよくぜひ合コンしましょう。いや本当に1回やってみたいね。うん、やろうぜ。ユーリ来ると俺らモテなそうが嫌だね。いや本当にそうだね。いやいやそんなことないよ。全部やっぱユーリ、あ、ユーリなんですか、なんですか。いやいやそんなことないでしょ。何されてるんですかって言われそうだもんね。ユーリの部下です。モテないモテない。前俺とナリ、はい、リュウラさん、はい、うん、3人でビリヤード行こうぜみたいな、うん、でも暇だなとか言って、うん、3人でビリヤード寂しくないみたいなって、うん、やぼうぜみたいな、うん、誘ったら来てくれる子がいて、うん、はいはい、まあ俺が誘ったとかじゃん、みんなで誘ったわけだ、うん、そしたらその久々にこう友達と一緒にビリヤードするんじゃん、うん、仕事楽しかったね。まあナリ今一人になったから、うん、もう全然行ってもいいですよね。なになに。もうあいつ、うん、めちゃくちゃかっこいいんだよ。何が何女の子の前で。ああ、そういうことね。最初3人でさ、うん、ビデオやってみて、うん、はい、俺なりゆうやさんで、うん、みんなヘタピ、うん、みんなヘタピなのよ、うん、なり、女の子来た、女の子にビデオやってほしいの、こうやってこうやってやんの、うん、やってみて。あ、そうそう、あ、いいねとか言って。え、俺普通に、え、お前超下手くそだぞって。それがおもろい。それが嫌いかも。それはおもろいわ。いや本当にね、最終的に、うん、あのビデオで諦めて、うん、ダーツ行って何してんの。でダーツで、うん、何がやばかったって、うん、女の子の方が上手。3人いる。男より。あ、俺は、うん、一応結構ダーツまんま、まあ、確かにできる、うん、なんかできんだけど、うん、パーティーゲームのやつだったのね、うんうん、はいはい、全然ダメね、うん。で、俺も仕事のさ、うん、前日とか絶対飲まないし、うん、でこう仕事が続いてたりして飲まない、うん、だから一滴も飲まない。そうだね。で、リュウさん、もともと飲まない、うん、飲まない、うん、で、ちょこちょこ飲んでて、で、女の子たちも、まあ、飲んでたのかな、うん、で、最終的に飲んでる女の子と、うん、飲んでる男1人と、うん、シラフの男2人、うん、で、シラフの男2人が、まあ年上だから、うん、仕切る感じなの、うん、最終的に俺とリュウさん何したと思う。当ててみて。サッシのビリヤード。違います。寿司三昧行こうぜっつって寿司三昧食って帰ったの俺は。ゆうりチャンネル。話戻っていいですか。はい、合コン1位になったのに、普段は酒飲まないじゃん。飲まない。確かに。それ結構やばくない。飲むと思われてんのかな。じゃあ、いや、シラフで行くと思ってんじゃない。やばい、みんな俺のことクレイジーだと思う。でも、ゆうりが飲むのってめちゃくちゃレアじゃん。いや、本当にね、うん、でも最近飲んだじゃん。うん、福岡。はいはい。季節に1回ぐらいだよね、うん、多分。そうね、季節に1回とかね、うんうん、お酒好きじゃないけど。マジでシンプルに、ね、お酒は何が嫌いなんですか。え、味。子供か。大学生味が好きじゃないんだよ。でもまあまあ、飲むじゃ飲むけどね、うん、でもさ、あの時もさ、うん、飲んでさ、俺後半めちゃテンション高かったし、うん、ずっと寝てが高かったけど、うん、ずっとここ押さえてたからね、頭痛くて。頭痛くてここ押さえながら飲んでイエーイやってたけど、うん、ずっと頭痛い。次の日見たかった。いやでもね、はい、これからもね、まあ合コン1位、はい、連覇でいけるように。あんた来年も頑張っちゃおうかなみたいな感じで。来年もね、モテる方法だけは。あ、モテる方法だけはやっぱりこうさ、仕事が結構、はい、遅くもなるんじゃん俺ら、はいはい、なんかその時間からでもこう遊んでね、うん、なんか結局さ、うん、なんかした後に、うん、男だけでサウナ行ったり、うん、なんかした後に寿司三昧、はいはい、まあもしくはラーメン、うん、食って帰るかもめっちゃ好きなの。いいね。で、次の日も頑張ろうぜみたいな、うん、だからもうそういうのしたい、来年も。でも女の子と一緒に帰りたいな俺。ゆうりくんと合コンしたら楽しいと思われてるけど、うん、俺らとお酒飲んだらマッチ楽しいと思うよ。そんなことないと思うけどね。いや楽しかったでしょあれ。いや、あのね、あ、楽しいの俺らなんだよ。あ、俺ら。俺ら100で楽しいけど、うん、女の子楽しいかさ分かんないよ。確かに。あとはちょっと純のキモい話で言いますと、いや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 、あのこれ純やっぱ女の子の前だと、うん、あのちょっともうねゴムゴムします。おやめろよ。
やめろよ。本当になんかうっすみたいな感じになっちゃうよね。なんかすぐ。あ、かっこつけてんのか分かんないけど、かっこ悪いけどね。でも、うちゅっちゅっちゅっ。いやいや、俺グイグイ行くよ。最初は恥ずかしくそうだよ、うん、あ、そうだね、最初は恥ずかしそうだよ、なんか突然なんか酒の力を借りて攻めようとするけど、その攻め方がキモすぎて俺は必要。おい、やめろマジで。全部カットです。いや、ダメです。ダメです。カットはダメです、はい、いやでもね、ほんとにまあ俺たち合コンでモテるために YouTube やってますから。いや、違うわ。違うわ。まあ、俺はそうだ。俺はそう。いやいや、嘘です、嘘です、はい、音楽でこれ皆さんの背中を押せるように、はい、そして自分が楽曲提供した曲で、はい、夢をかけてる子たちのこう背中を押せるように、うん、まあ僕たち武器を与えることができますから、はい、僕たち、いえ、僕は楽曲を作ってこう武器を与えることができます、うん、まあ俺その武器を強くするっていう動画っていうのがあるから。いや、違う。お前はそれをさらにうまく見せる下手くそっていう引き立て役ができる。はい、つまりね。あー、それ合コンでもあった。俺なんか、ユーリの前に一回歌わされた。合コンでもなんか、その飲み会でユーリの前に一回歌わされて、変な空気になってユーリが全部締めてたわ。違う違う、あれはなんか誰かに歌ってって言われて、ゲンタが歌ってヤバすぎたから俺が歌ってとか、フラットに戻しただけだ。だから美味しいと思ってくれたわ。引き立て役なんだね、どこでも。いや、でもね、あんなに僕たちこれからもね、音楽頑張っていきたいと思いますので、皆さんこれからも応援よろしくお願いします。そして合コン1位、まあどこで投票したあったのか何も知りませんが、はい、なんで俺が1位なのかも分かりませんが、確かに、あと果たして本当に1位なのかっていうのもありますが、うん、はいはい、まあもしもなんか応募するとこがあったのであれば、うん、きっと誰かが応募してくれたから、はい、まあ1票じゃないことを祈りますけど、うん、まあ、YouTube が本当に浸透してきたってことだよね。そうですね。しかもその人としての知名度もめちゃくちゃあるってことだからね。確かに確かに、その当たり前に有利で伝わるってことだね。ドライフラオー卒業ですね。ドライフラオー卒業です。懐かしいな、それ。見てる擬音になりました。ユーリチャンネル。実際さ、その福岡に飲んだじゃないですか。はい。ユーリのスター力半端なくなった。いや、マジでちゃんと全部盛り上げて、さすが合コン1位になるくらいの盛り上げ方をちゃんとしてましたよ。いや、ずっと気持ち悪かったけど。でも最初の初速半端ねえからな。すごいよね、マジで。頑張ったべ、うん、場をね、変える、うん、な、マジですごかったよな、うん、めちゃくちゃ飲むしで、うんうん、飲むぞー。飲むぞって強制しないのがいいよね。まあ、確かに確かに。無理しないでーとみんな無理はしないで。それは合コン1位になります。確かに。ありがとうございます、ありがとうございます。でもね、本当に、うん、まあ、合コンのコツ、皆さんに教えていこうかな。お願いします。いい、聞かせてください。いい、はい、ちょっと待って、そんな合コンしてない合コンで合コンしてない1位の俺から、うん、皆さんに説明しておきたい。あ、男の子たちさ、合コンあるでしょ、はい、それどうするかって、うん、まあ、ずっと鏡見るよ、とりあえず。鏡ひたすら見るの、自分のことか。前髪チェック、うん、絶対前髪って大事だから。チェックしてんのが大事なの。いや違う、こう、前髪チェックしてる顔ってかっこいいから。自分キモい、うん、よくないと思う。いや、そう思うでしょ、うん、そこが、本当にお前みたいなさ。はい、コメント、だからでしょ。コメント欄で何でも言っていいけど、うん、別に1位だからね、うん、俺が正義だからね、今となれば。そうだね、この前の飲み会を見たら、あんたが1位は間違いない、うん、あとまあ、鼻ほじるじゃん、うん、一回見てもらうとか、これ絶対しょうがないと思うよ。うんこだな。あとね、俺思うけどね、うん、あんまり気取りすぎてダメかもね。ピシュ。ああ、なるほどなるほど。決め決めのね。すごいなんつうの。この日のために買ってきましたよ。そう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 。なんかああいうのは、うん、なんか良くないの。確かに。なんか俺別に来たくて来たんじゃないけどねぐらいな。ああ。それダサいんじゃない。いや、そう思うでしょ。音、う、が、ん、そう思っちゃうんだよ、うん。そんなことない。全然。いや、俺別にああなんか呼ばれたんすよねみたいな。でも、初速から風天だったじゃん。いや、来たからには盛り上げますけどね。ああ、なるほどね。それ来たからには、うわ、こんな可愛い元気出ましたとか。それがね、全員を幸せにするわ。やっぱりね、さすがですわ。そう、やっぱそうよね。うん、まあ、しないけどな。でも、本当に、はい、なんかそういう感じで、うん、やっていけばいいんじゃないかなと思います。あの、皆さん、マジで応援してます。はい。とりあえず、鏡に皆さん、これで前髪チェックした方がいい。絶対やった。いいのかなと思いますけど。俺どうするの今思った。え、ゲント髪ないんだわ。ゲンってここ行かない方がいいよ。無理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 。女帰っちゃうぞ。そんな感じで今日の動画終わりたいと思います。はい、皆さん投票してくれた方ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタン、皆さんまた明日。チャンネル登録お願いします。